こんにちは、野賀です。今日は腹筋がメインの18分のヨガを行います。一緒にしなやかで強いお腹を作りましょう。四つん這いの姿勢から始めます。両肩の下に両手、腰の真下に膝を置いて、指先は開いてつま先を立てます。まずはキャット&カウです。息を吸いながらお腹落として、胸を持ち上げ目線は上、吐きながら両手でマットをして、お腹をぐーっと丸めて、おへそを覗き込むように丸め込みます。吸って反らして、吐いて丸める。これを自分の呼吸のペースに合わせて繰り返していきましょう。しなやかに動いていきます。それでは動きを止め、まっすぐな背中の状態に戻ります。このまま膝を数センチ浮かせます。腹筋にぐっと力を入れて、ここでキープです。呼吸は止めずに10秒あとキープしましょう。6、5、4、3、2、1、ゆっくりと下ろします。あと2回やっていきましょう。ゆっくりと持ち上げて10秒キープです。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、下ろします。ラストもう1回やっていきます。膝を持ち上げてキープ。10、9、8、7、お腹に力を入れて5、4、3、2、1、膝をゆっくりと下ろして、両方の足の親指と親指を重ねて、お尻をかかとの上に乗せます。そのままおでこマットに下ろしてリラックスしましょう。チャイルドポーズです。今日のヨガの中で辛いと感じた時は、いつでもこのポーズでお休みしてください。お腹は両膝の間に落とします。それではゆっくりと四つん這いの姿勢に戻っていきましょう。両手を1枚分前に歩かせて、つま先を立てて、両手でマットをして、お尻を斜め上に高く持ち上げます。背中が伸びきったら余裕がある人だけで大丈夫です。両膝を伸ばし、遠くにかかとを下ろしていきます。ダウンドッグというポーズです。両手と両足でマットを引き裂くように、それではそこから体重を前に移動させ、ハイプランクの姿勢になりましょう。両方のかかとを後ろに押すように、目線は斜め前。頭からかかとまでが1枚の板のように。ここから右膝を寄せていきます。ぐっと寄せて、戻す。今度は左膝。左膝をぐっと寄せて、戻す。交互に行きましょう。右膝、左膝、右、左、少しテンポを上げていきます。右、左、右、左、1、2、1、2、もう少し速くします。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、動きを止めます。そのまま膝をまっすぐ下に下ろして、顎、胸もまっすぐ下に下ろします。脇を寄せてチャトランガというポーズです。ここから前に体をスライドして、つま先を寝かせます。息を吸いながら胸を起こすように、首を長く、上体を少しだけ持ち上げます。両手でグーッと押すのではなくて、背中を使って引き上げます。ローコブラです。吐きながらゆっくり下ろしていきます。
もう一度行きましょう。吸いながら背中を使って引き上げて、吐いてゆっくりと下ろしていきます。つま先を立ててダウンドッグの姿勢に入っていきましょう。余裕がある方は両方のかかと遠くに下ろします。息を吸いながら右足を持ち上げていきます。できる範囲で大丈夫です。吐きながら右膝を左膝にタッチ、そのまま右肘にタッチ、吸いながらもう一度持ち上げます。繰り返していきましょう。吐きながら左肘にタッチ、右肘にタッチ、吸って持ち上げる。もう一度だけいきます。吐きながら左肘、右肘、持ち上げる。次の吐く息で右足、両手の間に踏み出します。そのまま左足のかかとはぐーっと後ろに押し出して、次の吸う息で右手まっすぐ上に持ち上げていきましょう。目線も右手の方向を見ます。息を吐いて安定させます。そのままゆっくりとした呼吸を繰り返しながらこのポーズをキープします。それではゆっくりと手を元の位置に戻して、右足も後ろに下げたらもう一度ダウンドッグの姿勢に戻りましょう。次は同じ動きを左足で繰り返します。息を吸いながら左足まっすぐ上に持ち上げます。吐く息で今度は右肘をタッチ、左肘をタッチ、吸って持ち上げる。あと2回いきますよ。吐きながら右肘タッチ、左肘タッチ、持ち上げる。ラスト、右肘タッチ、左肘タッチ、持ち上げて、次の吐く息で左足両手の間にポンと踏み出して、右足のかかとは後ろに押し出します。次の吸う息、左手まっすぐ上に持ち上げて、目線も指先の方向、吐いてポーズを安定させたら、そのまま呼吸を繰り返しながらキープします。それでは左手も下ろしたら左足後ろに下げて、もう一度ダウンドッグ。息を吐いてかかと遠くに下ろしていきましょう。手の指先しっかりと開きます。次の吸う息、両足一歩ずつ手と手の間に踏み出したら、両手を前から持ち上げて、吐きながら遠くの椅子に腰掛けるように、目線は正面です。空気椅子に座るようなポーズでここでキープします。チェアポーズです。ゆっくりと吸いながら膝を伸ばして、吐いて両手を下ろしていきましょう。呼吸を整えます。次は体側のストレッチです。両手持ち上げたら、右手首を左手で掴んで、息を吸いながら上に伸びます。吐きながら左に倒れていきましょう。ぐーっと体側の伸びを感じて、そのまま右足をクロスさせてさらに伸びを深めていきます。次の吸う息、足を戻して正面を向いたら、吐いて両手を下ろしていきます。反対です。今度は左手首を右手で掴んで、吸って上に伸びて、吐きながら今度は左の体側伸ばしていきます。伸びきったところで左足後ろにクロスさせて、さらに伸びを深めていきましょう。右手で左腕引っ張るようにしながら、次の吸う息、足を戻して顔は正面、吐いて両手下ろしていきます。吸いながら両手前から持ち上げていきましょう。胸を天井に向けて、吐いてそのまま前に倒れていきます。
両手をマットについて、膝は曲げても大丈夫です。首の力を抜いてリラックス、吸って膝と背中を伸ばして目線斜め前、指先がマットにつかない人はすねに当てて首を長く保ちます。両手マットについて吐く息で右足左足と後ろに下げてハイプランクの姿勢になりましょう。そのまま肘をついてロープランクの姿勢になっていきます。この時も両方のかかとしっかり後ろの壁を押すように、頭からかかとまでが一直線、目線を斜め前で、呼吸を止めずにここでキープします。ここからツイストを加えていきましょう。お尻を少し高く持ち上げて、上から振り下ろすようにお尻を下ろしていきます。反対も、交互にツイスト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 、あと10回いきましょう。10 9 8 7 6 5、頑張れ。4 3 2 1、プランクの姿勢に戻ります。今度は交互に膝を脇に寄せていきます。まずは右足を寄せて、目線も膝の方向、戻して左、戻して右、戻して左、あと10回いきましょう。一緒に頑張ろう。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、頑張りました。それでは膝をついて、かかとにお尻を乗せてチャイルドポーズで休憩をしましょう。結構汗をかいたと思うので、汗を拭いたり水分補給をしてください。それではゆっくりと四つん這いの姿勢になり、足をクロスさせてあぐらの姿勢をとって体の向きを変えていきましょう。体育座りのように膝を立てて座ります。このまま両方のお尻しっかりと座骨を立てて、背筋を伸ばして座っていきましょう。首長く、そこから軽く足は閉じて、両手まっすぐ前に伸ばしていきます。この時首が前に出たり肩が丸まらないように、軽く胸を張るイメージで首を長く、このようにキープします。それではそのまま右足を持ち上げて、左足も持ち上げていきましょう。船のポーズです。頑張って腹筋使ってキープしていきましょう。残り10秒、5 4 3 2 1、それではゆっくりと足を下ろしていきます。もう一度いきますよ。もう一度姿勢まっすぐ、両腕前に伸ばしたら、また足を持ち上げて、もう一つの足も持ち上げて、船のポーズでキープ。余裕がある人は両足伸ばしてみましょう。あと5秒、4 3 2 1、それではゆっくりと足を下ろして、はい、よく頑張りました。今度はそのまま両手前に伸ばして、後ろのシートにもたれかかるように体後ろに倒していきます。できるところまで倒したら、この姿勢のまま水面をパチャパチャと叩くように両手をバウンスさせていきます。呼吸は合わせて5回吸って5回吐いていきます。それでは行きましょう。スッ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 、ハッ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 、スッ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 、スッ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 、ハッ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 、スッ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 、
すすすすすすすあと1回はっ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 は。それではそのままゆっくりと後ろに倒れて、ゆっくりゆっくり倒れて仰向けになっていきましょう。両手まっすぐ上に伸ばしたまま、両手と両手、手のひら合わせて、足は足の裏同士合わせて、膝を外側に開きます。このままクランチをしていきます。息を吐きながら上体を丸めて体を起こしていきましょう。吸って下ろして、吐いて丸めて、吸って戻して、自分のペースで繰り返していきます。頑張って。あと1回、よく頑張りました。両手下ろしていきましょう。両方の膝を立てたら、両足腰幅よりも広めに膝を立てて、交互に足を内側にパタンパタンと倒していきます。ゆっくりと動きを止めたら、両方の膝くっつけて足を90度に持ち上げます。膝をくっつけたまま、両膝を右に倒して真ん中に戻して、今度は左へ交互に倒していきましょう。両手でしっかりと地面支えながら、右、中央、左、中央、右、中央、左、中央、あと2回いきます。右、中央、左、中央、ラスト、右、中央、左、中央、そのまま右に倒して、左の膝両手で押さえて、右手のひら上に向けたら、目線は左手の方向、ゆっくりとした呼吸でストレッチをします。今度は反対です。左に倒して、右膝左手で押さえたら、右手のひらは天井、目線は右手の方向です。ゆっくりと両方の膝戻して、両膝を両手で抱えましょう。小さく左右に揺れていきます。それでは動きを止めて、両手両足伸ばしていきましょう。両手のひら天井に向けて、全身の力を抜いていきます。これで腹筋ヨガを終わります。最後まで一緒に頑張ってくれてありがとうございました。